中高ドイツ語で記述されたジョジシ・ニーベルンゲンの歌、中高ドイツ語とは、高知ドイツ語の1050年頃から1350年頃にかけての段階のことを言う。それより前は、ここをドイツ語、それより後の時代については、初期新行ドイツ語と呼ぶ。13世紀中頃に至るまでの時代の中高、ドイツ語は、特に陰文の言語として伝承されている。 実用的なテクストソースで今に伝わっているのは13世紀中頃以降のものがほとんどである。それ以前のこの種の領域のテクストは普通はラテン語で書かれているためである。中高ドイツ語の最もよく知られている作品には英雄女子史ニーベルンゲンの歌ボルフラム・フォンイエシェンバッハによるパルチバール・ゴットフリート・フォン・シュトラースブルクのトリスタント・イゾルデで ハルトマンフォンは上のイーベインなどの宮廷女子詩、マネッセ社本等の伝える、バルタンフォンデアフォーゲルバイデ作品を頂点とする、無数の女上詩などがある。中、高ドイツ語と呼ばれるのは、俗語の対義語としての標準語であるからではない。中高ドイツ語は、中、低ドイツ語の対概念として理解されるべきもので、それゆえに、後の高知ドイツ語のうち中部ドイツ語の地方言語や、 同じく上部ドイツ語の地方言語すべてを含むものである。中高ドイツ語は、新高ドイツ語の文章語のような長域的に、統一された言語ではなく、今日話されている、ドイツ語のように、地方語と方言語との強度の際によって特徴付けられていた。統一された、聖書法もまた、中世には存在しなかったのである。重要な中な高かかドイツ語の韻文テクストの版や中高、 ドイツ語の辞書や文法書にはカール・ラハマンに返されるところの標準化された中高ドイツ語あるいは標準中高ドイツ語が用いられている。これは中高ドイツ語の一つの理念型であって当時の言語的リアリティのごく小さな断片を再現するものに過ぎない。中高ドイツ語は主に副音説や最終音説の弱化によって国語ドイツ語と区別される。ニータカドイツ語とは とりわけ関音節の母音体系によって区別される。つまり、中高ドイツ語においては、アクセントのある、海音節中に単母音が現れるのだが、こういった単母音は、ニータかドイツ語になるにつれ、アクセントのある、海音節中の母音拡張によって取り除かれていったのである。スイス方言では、数多くの中高ドイツ語の特徴が保持されている。次の一覧は、 中高ドイツ語の母音体系を示したものである。注意しなければならないのは、A は EI と発音され、IE は長い I ではなく、IE と発音されるということである。中高ドイツ語から新高ドイツ語への重要な変容は、母音体系に関わるものである。ナイトハルト・フォン・ロイエンタールのニューイストでアクアーレワインダーガー・ゼルガンジョにより、現代ドイツ語訳、和訳、ありがとうございます。